はい、お疲れ様です。マピーです。12月2日シーズンマッチやっていきます。前回7連勝を使って760ポイントまで伸ばしました。昇格まで20ポイント、ただいまさ目指して頑張っていくんですけど、さらにねマスター隊に入ってもうその先へね行こうかなというわけでお願いします。今日の補正はこのリーダーシュー率トップ5のこのトップ2から指せる通り即流補正ですね。神のアタックが 0.9 で竜のアタックが 1.05、 これも神単いなくて速攻竜のデッキパワーがねこの高くなる竜のアタック 1.05 がかかっているということで、もうこの1位ティアマトの2位デネブっていう両方即流やないかいっていうね即流補正なんですよ、うん、で3位にヒュッポノスが来て、で相変わらず使用率の高いメルベユールが来て、でシアンもいるっていう感じなんですけど、あの誰か忘れちゃいませんかってね。でこの神のアタック下がってるとラニとかも使えないし、使えないっていうか使いにくいっていう感じになってくるので、まあ、バフリーダーがね即流と思わせてね、あの村正のこと忘れてません？これ村正強くないですかってことで今回村正使っていきます。はい、村正はね魔属性なので、あのアタックがね竜のアタック上がってる状態でも、トネルムとかは下になってるし、このね、ランドタイラント以下全員ねロックで出せるというか、あの元々のアタックがね高いっていうのがありまして、あとマゴマもちょっと入れてるって感じなんですけど、まあ、村正は混合条件でねリーダーでやっていけるということで、自分のキャラコマ 1.3 倍かけて相手のキャラコマのアタック 10% ねデバフするということで方向リーダーなんですね、うん、つまり相手の即流の火力を落としながらこっちの火力で殴っていくということもできて、まあ、今日はね神のアタック下がってるし、まあ、1.3 倍しかかからないということもあるので、村正のね相性的にちょっとマゴマをたくさん入れてるっていうのがあります。でホーリー荷積み編成のこのティターニアとトゥールラ、やっぱ村正リーダーの一番の強みはトゥールラが使えるところなんで、はい、よろしくお願いします。あのね正直これが一番の理由ですね。あの村正はトゥールラが使えるっていうのが一番強いんで、正直ね正直言っちゃ悪いが、ただ今日は即流とかがいるってなった時に、まあ、こっちもバフリーダー使いつつあのデバフで耐えていくこともできつつみたいな感じでやれると強いかなと思ったんで、村正ね今日勝てると思いますね。ヒュプノスとか来てもホーリー刺さるしって感じで、うん、なんか一番予測してないところ来たけど、よろしくお願いします。アレス来ましたね。はい、これについてはグエリアスじゃなくてターリアの方が良かったなってね、思うんですけど、グエリアス使いますと。はい、そうラニとかが使いにくいんだったら村正使えばいいじゃないって話ですよ。まあ、最近ペルルレイとかも出たんですけど、ペルルレイはトゥールラと使えないんでね。で今回ティターニアを本家じゃなくて、何のティターニアだっけあれド忘れした、なんかのティターニアですね、なんかのティターニア入れてるんですけど、まあ正直、あこれどうする、これ X 君のアレスで X はちょっと意外すぎるんだが、まあ、トゥルラでちょっと上行きますか。そう正直本家ティターニアでもいいかなって思ったんですけど、まあ、HP の差が300ぐらいあって、で、まあ、スキルの内容も違うっていうか、火力出るのは間違いなく本家ティターニアの方なんですけど、まあまあまあやっぱ HP の違いとかその回復によるねその HP アドバンテージの違いとかも考えた時にちょっとあえてね、あと混合証券っていうのもあったんで使いたいなーってことであいつ入れました。はい、活躍してくれるといいですね。はい、回復入れまして、まあ、村正と相性はねわりかしいいと思います。あの駒は何のティターニアだっけな、あの前に動画にした覚えあるんですけど何のティターニアかど忘れしました。さて罠駒切ってくる、ね、このレニアドが強いですね。非常に久々に使ったわレニアド最近あんま見ないんですけどレニアド強いですよ。あのメルベとかに対してもコンボね2500とかも安定して狙えるんで、今日メルベもねさっき使用率見た時にいたんでね。はい、あとこれ混合デッキだと正月ポリプスとかもありじゃないかっていうのがあると思うんですけど、村正のデバフを考えた時にね正月ポリプスちょっと相性悪いかなと思ったんで今回は入れてないです。はい、でランタイ引くと、でトネルムの賞味期限はあと一旦あるのでここは守護者で、流しましょう。守護者流しといて次トネルム使います。でこの穴ゴマが発動しない、相手はマイティしかいないのでこのタイミングではアレスは切ってこないでしょう。来るとまずいのはロックかな。オッケー。でここは、左上 X のコマが、まあ、踏み濃厚ではある。でここでトネルムの賞味期限切れちゃうのでこのタイミングで切っていきたいですね。でこれでビーチの罠を取って、オッケーよし、 B1 の罠を取り、ああちょっと待って、あれかここ B4 アレス来んのか、で英語シムケリーでいいのか、そっか C1 打つとアレスのコンボ残るしマイティ繋がれたとしてっていう感じなんですけど、アレス打たないのね。 OKOK、まあ、2枚リペアしかできないから一旦相手はステイですね。さあここは
C1 打ってもいいな、一ちょい削っときたいんですよね。かトネルムの動線残すかなんですけど、動線いや稼働シェムでもいいな。ただリアをリペアされるのがシンプルにだるいんで、これ取りますわ。さすがにリアリペアはだるいんで、そうリアリペアすると今 B4 稼働打った、右下へ稼働打った場合 B4 アレス打たれて C1 に絶対打たないといけないっていう感じになっちゃうんで、まあ、これはさすがにね取りますわ。ちょっと悩まなくてもよかった場面かなっていう感じなんですけど、1300の 1.7 倍ちょっと飛ばないなちょっと飛ばないね。ただこれベルグレーで切ってもいいな。ちょっと削りますわ。次物理で飛ばせる。オーマイガー、エンマ大王はまずいですね。エンマ大王か。次物理で殴りでそのまま飛ばせる駒が来ないとまずいかも。 B4 にアレスが来ます。あーちょっとエンマ大王考えてなかった。ただ言うて火ダメそんなないか。英語取ればブラダマンって引くけど、エマ大王いるのでここ飛ばせないのでブラでいなします。ブラでいなして、うん、これで入手。これ耐えればいけるな。2500ライバーか、意外と耐えれそう。 HP 的にいやわかんねえな。マタンだったらもっとマタン系の罠が来る気はするし、ちょっとわかんないな。バホメットは読めないね。それは読めないね。やられた。いやミスったかな。エンマ大王か。まあ、あエンマ大王、そうかリーア切ってるから今ブレダマンテで削れ、いやあそこのタイミング夏村かベルグレーでしかなかったんか。あーってなった場合ちょっともう一回盤面みたいな今の。まあいっか。いや次行くわ普通に。はい今ワンチャンあったかな、ベルグレーでとブラジェのタイミングで、で A2 ベルグレーデでしょ。あそこ先 F3 つなぐ方が良かったかな、コロネのコンボ。まあでも結局エンマ大王リペアされるのには変わりないし、その後引いた駒がブラダマンテってなった場合、エンマ大王の回復どうしても入っちゃうし、こっちのコンボスキルがないんで勝てないですね。ダメだったな。いや角シェム切りからん、角シェム切りじゃないわ、何やったっけ、あ角シェム切り、オッケー、あトネルムとかで、あカットネルムだ、カットネルムから行ったのはかなり良かったんですけどね。惜しい。まあちょっとこのデッキの弱点ではある、決めきれそうな駒がね少ないですよね。夏ブラじゃないわ、なんだっけ、ブラダマンテとエンデガとバハムートっていうのがファッティになってくるし、まあ弱いとこだな。まあ、1点あげるとしたら初手に言ったグエリアスだな。あいつが悪かったな。あいつをターリアに しとけばよかったかなってちょっと後悔したわ。ターリアだったらワンチャン F3 のタイミングで飛ばせたかもしれない。あれ F3 飛ばないんですよね、ベルグレーで打っても。でいや無理か、あのエマ大王切られてから無理なんだな、どっちみち。どうしよっかな。自キャラで 1.6 上昇、ティターニアにしますわ。ヒタでこっち取って、さあ特殊と回復2ターンで4400のアドバンテージなんで、本家ティターニアより一応ねスキルの内容自体はねアドの取り方的には強いです。さあこういうデバフとか来るんですけど、こっちはホーリーなんでね、バフに依存せずに火力も出せるかといってバフもおろそかにしない、それがねうちのこの村正君の強みなんで。ただねそこのねエキドナはバカ強いっすね、バカ強いですね。しかもランタイまで引かれてます。これまずいっす普通に。一応村正のデバフが入ってる部分あるんですけど、正直限界なところあるな。まあそうよね。で次 C2 耐えないといけないんですけども、ほいバハムと引いていく。まあ一応バハ切ります。よいしょ、一応バハ切って、はいちょい火力出して回復入れます。あエルケス使えちゃうのか。まあ、ここ相手引きはするしかないですね。まあそうね、ここで死に耐えるしかない。うわジェイン引かれてら、どんまい、これはどんまい。さすがにティアマトの乱体、何だったっけお前、エキドナか、これ止まらないですね、これどんまいです。やっべ開幕2連敗はまずいっすよ村正さんまずいっすよ、頑張って。トゥルラが強いって話だったぞ。
まずいっすよ。まあ、勝てると思うんだけどな。まあ、でもちょっと HP が低いのかな、村正は。もともとの。まあでも普通に今のはあれだな、回られた感じなんで、あれしゃあないっすね。多分普通に他のラニーとかでも全然しばかれちゃったと思う。いやでも逆にラニーだったらしばけてた説あるよ。C5 のタイミングで。それはある。さあ、ビナ対面ですね。うん。悪くないっす。でもこう見るとエンデガの火力相当落ちてんな。まあ、村正が 1.3 倍しかかけてないってところあるけど、まあアタック 0.9 が結構響いてんね。あの、無補正のラン、1.2 倍エンデガぐらいの火力だな、これ。さて、ビナ切ってくると。これマデッキだと思うな。これ、ウェブラ行くわ。これ、ウェブラ打って。よいしょ。今日の補正だとロックからエンデが出る可能性もあるのか、面白いな。ああ、マデキじゃなかった。大将か、即流メタですかね。いらっしゃいませ。いいっすね。でこれビナコンが 12% だっけ。 12% か。お前のコンボは 6%。 これバハキリスキルっすわ。これバハキって、あの B4 来たらバハコンボで削れる状態にします。ビナリーダー切ってるんで、シールド の、 あの透過ビナとかもないので、相手代償って分かってるんで、ここ攻めるっすわ。 OK で、これでブラ発動狙える。はい、このネカ何とも言えねえな。ご召喚見ますわ。A3 全消しされるんか、これ。A3 全消しされたタイミングで F5 に打てるのが強みだけど、それちょっと飛ばせるか怪しいな。どうしよっかな。 F3 打つのも全然ありだけど、まあありか。エンデガいきますわ。よいしょ。吸収シンプルに強いし、ライフは残して、あと代償で相手の HP ちょっと削りたい感あるんだよな。相手の動線はどうやっても残っちゃうので。あ、でもイオフィのコンボあんま強くなかったな。イオフィのコンボで許容した方が良かったな、これ。 S5 ちょっと微妙だな、これ。普通に角打ってよかったかな、 H。 そしたら A3 打たれてもバハコンボ残って、 F5 の削り方によっては代償させないところまでいけたかもな。いやー、これちょっとミスったな。これミスったっすわ。まずいね。まあでもこれで E1 打ってから D5 で飛ばせれば勝てるな。おっと、いや、これちょっと待ってくださいね。1390の毒込み3300の7300か。うん、これエンデがこっち行って、次3枚ブラダ圏内に持ってきたいですね。よいしょ、毒入れて、オッケーオッケー。よし、これいけるぞ。 D1 当てられてもブラダマンテ3枚あるし、 B4 耐えるんじゃない。スーリア、まあ、これ耐えるしかないですね。ギリ耐えてほしいな。よし、危ない危ない。ナイスデバフ。危ねえ、スーリア、怖かった。結構ギリギリで。村正ちょっときついんかな。意外と火力出すね。まあ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 。いや、でもギリギリだったな。やっぱきついのか。俺は村正結構好きだから、ちょいちょい動画にしてきた部分あるけど、村正の動画撮るのも久々だな感じがするな。なんだかんだね、マゴマリーダーはスコなんですよね。で、マゴマで殴ってる感というか、そういうとこもスコです。はい。マッピー会いたい。確か、あの、プレイヤーネームって、あれか、8文字までしか入力できないんだっけ。え、そんなことないな。あれ、そんなことあるか。どうも。僕、あの、あれなんですよ。あの、アルファベットの方なんですけど。マッピーです、よろしくお願いします。初手ベルいきます。ヒュープノスですね。これあれです、あの即流メタです。ワンチャングノー入ってるよ、即流メタって考えた場合。気をつけよう。でヒュープノスのデバフが来る前にブラダマンテは切っといた方がいいな。大体アタランテか。これ成り打ち行くか悩む。いやー、まあ打ってもいいか。
風車打ってコンボ強い子まであのうまいことコントロールされるの一番嫌なんでね。 B ゴマ入ってる怖いな。これちょっと待って、あーさっき、いや関係ないのか俺さっきのプロフィール画面の、何プレイヤーカードか、あそこで入ってたのフレブがちらつく。これフレブとか入ってたら地味にやばいよいや大丈夫か、ホーリー引けばなんとかなるかちょフレブ勘弁してくれっすさあ今個人的にはメタだと思ってます、このレニアード。召喚に刺さるし、あの読めたとしてもシンプルにだるいんですよね、レニアドっていうキャラゴマ相手目線ね。だから今ね個人的にはレニアドちょっとメタな気がするんだよな。さあこれね、レニアド侵入打たれたらレニアド発動して D1 からの進行で飛ばしに行けそうだったらいいんだけども、あのフェイルノートはマジで勘弁してくれっす。 OK、 ここのロックス美味しいですね、これ美味しいですね。でこれでリッチ残ってて、これシェムケリ入れるんで OK。 しかもねこのトネルム引いたのが偉い、もう賞味期限切れかけなんでねこのトネルム。さあこれ X 行きまして、で D5 に打ってくるであろう、まあ D5 打たれたらちょっとだるいんですけど、一応レニアド動線残って相手角打たれた時に A4 から打ってっていうこともできなくはないな。 OK。 さあこの罠、特殊かな。まあさすがにここシェムで動線、シェムじゃないわ、お前何やったっけ、トネルムか、トネルムで動線残して、うん、でバハムートも引いたっすね、これでかすぎ。さあレニアドでも問題ねえぞ。相手目線だと動線作るなら英語になってくる。シェムケリーで一発カット入れてレニアドのスキルも発動狙えて、うん、俺のペース。あとヒプノスがデバフいったんでロックも切ってる。うん、バホメットクソ強えや、そのキャラゴマはクソ強えや、半端ねえな、ターミネーター。それまずいわ。だが、実は、ちょっと待ってくださいね。こっちのキャラゴマ4枚の、バハムトで4枚打った方がいいかもな、これ。バイセ4枚耐えれるんじゃないかな。今日アタック下がってるよね。いやいや、でもさすがにダボコン組むか、ティターで。回復入るんだよな。1400の回、あれ込みで。多分耐えれるな。これ多分あれでしょ、サイカでしょ。あ、リリティエは痛いな、まずい、まあ、これ回復あるんですよね。でもで次耐えてバハで終わりだな。バホメットってことはペトラは考えにくい。でビナはバハで飛ばせるしロック切ってるんで多分大丈夫。バハ4枚打ってもよかったんかな、ちょっとそこだけ。てかバハ4枚でもよかったんか、別に 2.1 の 1.8 で、あ全然強かったなちょっとダブコンにあの見せられてちょっとこっち打ったけど、まあまあ OKOK 全然4459残ってんなら大丈夫だったな。レッツゴー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 ベイビー、強すぎ4枚打ってよかったな、普通に強すぎるわ、これ強すぎるっすわ。4枚でか、いや4枚だったっけさっきの、4枚か全然4枚打ってよかった。なんかダブコン組みたいっていう誘惑、あーこれ誘惑されたな。まあ時に愛は2人試してるんで、よし行こうか。よく使うデッキ、髪殴りデッキ、今日の補正髪殴りはないんじゃないか、しんどいじゃないか。好きな属性髪、髪。さあこっち混合です。ぬるぬるりひょんぬるりひょんぬるりひょんはちょっとね、あうまいか、本家ティターニアにしとけばよかった。ジーザスよろしくお願いします。くしょショット全員無理っすね。あブラダマンで切ります。まあ今日の火力、ブラダマンで火力低いのとコンボが回復なので、コンボバフを残せるようにコロネを残します。痛いよ、うわ本家ティターニアにしとけばよかった。これなんだ、何ティタだ、バカンスの妖精、バカンスの妖精、何ティタだお前。でこれコロネから切っ
ったのは一応ティタのコンボ 1.8 が欲しいのとグエリのサイダーバリスになってるのはあるんですけど、後々魔の守護者とか引くこと考えたらここコロネ残しもちょっとはありでした。まあ、魔の守護者聞くかどうか分かんないんで、あエンデが切っていく、その手駒怖すぎ。なんだペトラとか、いやペトラだったら全然打つな。おっしゃランタイナイス、ここグエリ打つのもありなんだよな。トップ引きによっては事故るんで、あこれちょっとあえてグエリ言っていいっすか。次罠ゴマとか引いた時にティタ残ってる方がちょっと強いと思うんだよな。いや X ティタ行くか、 X ティタだな、そうしよう。これ X ティタ行くっすわ。そしたら角来たら B3 で OK で、罠引いたら C6 とかも打てるし、ちょっとこれ X 行くっすわ。初手ベルグレーデなんで相手コンボないんで、これ X 行くっすわ。で多分取ってこないでしょ、こっち乱体引いてる状況下で英語なんて言ったらね、相手目線だと取ってくる。うんでもうまい、それ正直取んの一番嫌だもんそれやられるの。いや濡ら相手にこれちょっと、うんやっぱ大丈夫です。すまねえな、ゴーホーティターニアだじゃないわ、ゴーホートゥルラだ、悪いね。でトネルムの賞味期限考えた場合、あと2体何引いときたい。ファビオ右2枚切って、ちょあのエンデガがマジで変な匂いするな。トップだよねこのファビオ、エンデガ切った後の駒。バイセは入ってると見ていい。もう1枚は分からん。これちょっと引き見てから考えます。よっしゃいブルー、まあ2手飛ばし無理でしょ、これ回復も入るんで、もう普通に A4 いきますわ。レッツゴー、レッツゴーベイビー、クソ強えや。右2枚なんだあれ、ビナか、でもビナだったら最高 F4 切れるんだよな。なんだあれビク、いやあそこ出がき、あでもあれか、出がバイセって並んで事故るから切った説あるのか、ビナ残してて。まああるっちゃあるか。ロックね。ああ、ちょっとこの手駒のロックまずいと思ったんですけど、このデッキね、あのバッハ以外ね、全部ね、乱退したです。うん。今日の補正だと、なんとエンデガが出ちゃいます。今日の補正、怖いやろ。エンデガ出んねんね、これで。5.1 番、9000。ああ9700出んのか、これ打ってもいいな、これ9700ぐらい出るっすわ、打ちますわ。よいしょ、ごめん言い過ぎた、なんで俺9700って出たの、誰がそんなこと言ったの。まあ、これちなみにビナ打たれても飛ばせるんで、もうこれ削るっすわ、ちゃっちゃと削っちゃいます。ユフィ、なんで俺9700って言ったんだろうね、なんでなんやろうね。なんでなんやろうね。5.2 倍ぐらいしてたね、頭の中でね。なんでだろうね。なんでだろうね。ただこれで俺はマスターに上がっていく。俺はお前を超えていく。ほらな。俺ね。いい火力ですね。ありがとうございました。まあこれ引き強かったな。ランタイも引いてティターニアトゥールラ。ただ俺は心の底から思った。本気ティターニアにすればよかった。あの瞬間だけ。あれ初手出しできないんですよ、このティターニア。これ何ティターニアかマジで忘れちゃった、使ってて申し訳ないんだけど、何ティタだっけ、何ティタだったっけ。ちょっとね調査するっすわ。そうだよな、5893番、ナンバー5893番、ティターニアじゃの。どの時期だこれ、ちょっと自分で使っててマジで忘れた。この辺か、あはい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 、あもうちょい下、あここか、あ夏だ夏だ夏ティタや、これ待ってね、夏ティタや、え夏ティタこれか、あこれじゃない、あ普通に夏ティタって今までいなかったのか、あそうか、あの夏ティタか、オッケー、やまあ、バカンスって言ってるもんな。まああの今12月なんですけどね。関係ねえ。
関係で、そっか、ティターニアって夏いなかったんか、ほんと今年まで、そっか、立つことさえ億劫、7位4位、マジかよ、おマジか、立つことさえ億劫、ただ、億劫ってのはあるでしょ、ちょっとなんか、なんかめんどくせえみたいな感じの言葉だっけ、億劫なのか、はい、来ました、速攻流、うん、7位4位取ってる人で、今日の補正の最高デッキをつ、まあ、使うとしたら、それは、そこに行き着くような。ぜぃ。これ、ティッターじゃないわ、トゥルラズっすわ。シムキリーのカット2ターンの方が、ね、ちょっと旋回復より有効と見ました。で、ランタ引かれてない。うん、優秀後。貫通1切りましたね。シェムキリーと、あと村正のデバフがこれ刺さるっすね。非常に。で、これ上守護行くっすわ。2000回復します。で相手のバフに対してバフを焚き付けてからシェムケリで2ターンカットの形を整えます。でランタ引くのはね、本当はマジ勘弁してください。本当にダメです。そいつは村正で止まらないっす。これやばいっす。あーオーマイガー。ただこれはジェン守護を切らせた後ですね。なのでシェム刺さりますね。あちょっと待て、これ守護のコンボ考えたらレニアドなんか打ちたいんですけど、そんな暇はない。ランタ引かれてるんだ。うん、まずいな。これ守護コンボ弱いんですよね。正直相手のペース。おい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 、マジンコですか。ただリュウフェリ持ってたらリュウフェリから切るはずなんだよな。あーこれ分かった。あれですね、バーストバリア持ってる。エストレーリアドみたい。一番右エストレーリアです。ただこれレニアド打つことで発動しないですね。リュウフェリ持ってたら打つはずなんだよな。うん、ごめんなさい、本当すいませんでした。これ無理っす。はい、無理でー。終わりです、終わりです。終わり終わり。閉店閉店。閉場しております。閉場しております。シーズンマッチは閉場しております。これ無理です。まあ、救済入ったんで、なんとかまだ俺はまだマスターの面目は立っているんだよ。まだ俺はマスターなんだ。まだ俺はマスターだ。まあ今の無理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 です。醤油をかけると鬼になります。プリンは乗り物。やっぱマスターに入ると面構えが違うな。マスターと入ると本当面構えが違うな。うん、来ましたね速攻流。やっぱマスター隊でちょっと速流当たるか。そうだよな、みんなガチだから。ベルグレで引いてる。ランタやめろ。俺今日ランタ結構引かれてるぞ。まあ俺が引いてるところもあるけど。よし、ショテベル生かしてもらいますか。ブレスドとか入れてもよかったかな、このデッキ。まあ実際、速流使用率 30% 以上ってなったら、まあ入れてもよかったですね。村正がデバフかかってるのでそれでいけるかなって見積もってたんですけど、甘いですね。まあ 10% デバフだもんな、言うても。はい、来たな、マロニー。まあいいでしょう。あ、トネルム。さてと、このトネルム自キャラ依存なんですけども、まあ打った方がいいですね。トネルム切ります。これはガトーから取って、右上、引きによっては右上 X ルートも見るみたいな感じでやってみます。デュポン来たか。それと強力。引き見てから考えよう。トゥールラ。悪くない。これ、トゥールラ切っておいた方がいいな。2000回復入れよう。相手、バフがないので、この2000回復入れたら耐えれますね。村正のデバフもあるがゆえに、シムじゃなくてトゥールラから切ってみる。バフを焚きつけてくる。ん、待って、マーレアスキル上がってないぞ。でかっ、 1.2 じゃん。おいおい、ナチュラル、スキルバッチ。ただ逆にまずいかもしれない。これあれですね、シェムキリーのコンボ発動しない可能性が出てきた。うん、ちょっとそれまずいね。ちょっとシェムから切った方が良かったかって思っ
初めて来たけど、逆でもトゥルラコンボだとちょっとこっちバフがなくて飛ばせないので結局変わんないですね。あ、てかそれ強くね、まずいな、これまず、あ、まずいっすね。ちょっと、あ、これやばいな。ちょっとどうしよう。C に打つ以外ないな。C に以外ないか。うん、C に以外マジでなさそうに見える。こっちもどうせ残さないと勝てないですよね。今飛ばせてないですもんね。ちょっとそのデバフやめてください、エギドの。あの、村正と同じ、村正より強いスキル使うのやめてください。あ、ランタン引いてない。ワンチャンある。シェムキリ聞いてますよ。 S 貫通引かないと無理じゃないですかね。うん、ぶね、いやちょっと怖い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 、やばいな、エキドナ盤面に3ターンの間盤面に村正出してるって考えたらお前やばいことやってるよ。なんなら村正より強いよ、 15% でも。そう考えたらえぐいなゾッとした、ゾッとしました。怖い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 、よかったランタン引かれなくてそうか、速攻竜には、速攻竜は村正と同じスキルを盤面に出せるのか、まずいね。まあオーラはオーラで強みとしてはあるんですけど、盤面に出せるというかその駒自身に火力が伴ってますからね、やばいな。お願いします。せいやさん、お願いします。せいや、せいや。ああ、せいやといえば、あの、セイントセイヤとか、ね、一般の人思い浮かべると思うんですけど、自分の場合は、エリートヤンキーサブローの河合せいやを思い出しますね。あいつが面白いんだよ。みんなも見てくれ。花鳥風月いるのか。今日の補正で花鳥風月使うとしたら、まあ、テュポーンとか入れたいなって個人的には思うんですけど、ただ HP 的にちょっと考えにくいんですよね。2級超えないってことはテュポーン持ってないかも。シンプル花鳥風月か。あ、神タンがいないから花鳥風月が通りやすいがゆえに使うみたいな。速流に勝てるのかな、分からんけど。さっそくトーネルも賞味期限切れる前にちゃっちゃと切ります。いい火力で、グエリアスもいい感じですね。次 1.9 狙えそう、まあ、B6 来るかもしれないんですけど、うん、X アベル、まあいいでしょう。ベルグレーで初手に打ててるので割と HP 削れてる。でここはちょっと考えます。レニアードが今後取られることがあるかどうか、まあ大丈夫でしょう。レニアド行きます。で、右下 X 来た時に F5 に打つ。あ、で、レニアド取られるっていう可能性はあるか。まあ、ただ、いや、大丈夫ですね。あれ、右下 X 打たれた後、あ、打たれないんだった。あ、じゃあ大丈夫だ。今言おうと思ったんだけど。で、アベルの矢つきくけど、もうこっちの火種が1個消えてるのでかい。スイーティー。そのティターニア。あ、もうスイーティー。これもう、あの、あれです。ちょっと待って、右上 X に対してあれよって。これ、まあ、角の方がいいのか、さすがに。F2 に対して右下 X。でいいか。完全に今一瞬何やったっけ、あのキャンディクラッシュ、キャンクラだったんですけど、まあ、スイーティーですよ。でただゲイボルグ強い。でティルト切ってくれ。さあこっからは相手も結構火力が強くなってくる頃合いですね。で、ここ右下 X グエリでコンボ 1.7 倍置きますからの、右上 X 来た場合は F4 ティターニアで D5 も打てないので、これは俺のペース。次ティターニア根核いきます。で取られてもティターニア、ティターニアじゃないトゥルレ、名前間違えた。まあでもこれも俺のペースです。あ、一条状況生活力一条。
これ B1 ティターンじゃないわ、トゥールの方がいいですね。よいしょ、グエリのコンボ残せるので、まあ、もんただバリア強いな。まだ HP12,300 あるのか。これ次エンデガで飛ばせないな。 A3 撃たれて次一発耐えないとダメだな。 A3 撃たれる。どれぐらい HP 残るか見ましょう。回復も強いね。で普通にマロニーのコンボも強い。ランタン引いた。考えます。5500の7100で4500足して11600。ポリュ切ってからのエンデガで飛ばせますね。右上 X 来ると飛ばないか。いや、まあポリュ切っていいか。これちょっと右上 X 大丈夫かな。そう、あ、いやでも言うてあれか、ポリコンボでいけるか。うん、単体8600削りは入ってないのでこれでいけるな。いける。あのテュポン来なかったらいける。ただその HP テュポンないでしょ。あんのか。あったら終わる。おはようございます、ポリプス。でこれでいけるかな。はい、いやただランタイ引いてるがゆえの、ランタイ引いてるがゆえの許されだったな。これはギリ飛ばせるはず。よいしょ。あ、待って、やらかした。アタック0.9こんなに響くのか。ダメだったすいません、ダメでした。いけると思っちゃった。あートゥルラコンボするべきだったのか D1 で。ただその場合 E6 リュミエットで死ぬんよね。あー、いやリュミエットもいけたんかな。物理返しで勝てたんかな。D1 ポリュ切って、あ、いやでもダメか。ダメだな、物理返し勝ちは無理だな。さすがに無理だな。あー、いけると思っちゃった。ちょっとこれ今の見積もり甘かったな。うーん、 F4 ポリュ打ったのダメだったが、まあ、F4 ポリュ打った場合の勝ち筋はトップバハムートか、あ、しかなかったのか。あ、そうね、今の D1 の方が良かったな。相手しかもともる切ってきたけど、例えばあれがあの F4 ポリ打った場合、なんか大きめの風とか打たれたらそれはそれでやばかったのか。あ、ちょっとこれターリアに変えようかな今からうーん、そうね、ダメだったな。普通に F4 ポリダメだな。いけると思っちゃった。うん、風とか引かれたらワン、あ、でもバハならさすがにいけたんか。今日はエンデガの火力が下がってるがゆえのあれだったな、普通に。いや、とはいえだな、うーん、ちょっと見積もり甘かったな、今のは。シンプルに下手だったわ。ちょっと待ってね、今エンデガ1枚だと、いや、無理だな。4500単体火力で、トゥールラコンボ45なんで300足らないですね。マジか。あー、見積もりが雨。で、またこのパターンですよ。いやでもさっきも言ったけど、そこにジェンってことはリュウフェリーないんですよね。俺はそう信じてるよ。俺は信じるよ。コンボ 2.2 奥に決まってるでしょ。あの 1.3 上昇の 2.2 より無条件 2.2 奥でしょね。がゆえにシェムケリーが通る。そうやろ。よしよし、今度はちゃんと通りそう。でここの引きめっちゃ大事。うん、引きなるもの素晴らしすぎる。取る、あれされる、あれされる。テュポーン意識した方がいいのか。取る。はい、ナイス。あ、ちょっと待って、バハでよかった説。あの、これコンボ回復っすね、よく考えたら。ブラドなんてこれ取られるのか。やっべ、ちょっと待って。ちょっと考えさせてください。あの、いや、さすがにバハか。さすがにバハだな。一応デバフ効いてるんで、うん、耐えれますね。反対からでも大丈夫ですね。あ、大丈夫大丈夫。あー、マイガー、ちょっとそれ
まずい、これやばいっす、これやばい、これやばい。一応エルケスは出せないけど、やっべ、マロニーとかマジで忘れてた、本当に忘れてた。あ、でもランタン引かれてない。あっぶね、あっぶねー、苦戦しすぎ、苦戦しすぎ。まあ今のは D2 バハ打った理由としては、次の引きによって飛ばせる状況を作るためですね。ポーリプスと打った場合、取られて次飛ばせないですよね。だからそう言ったんですけど、しかも A3 グエリだったんで、ティポ持ってたらそこで出すかなって思って打ったんですよ、あのエキドナとかね。なんですけども、なんですけども、ちょっとマロニーは本当に忘れてた、危ねえ。よし、これ勝ちたいな。あとちょっと村間さん意外と苦戦してますね。さっきの花鳥風月には勝っときたかったですね。いや普通に変コンボつないでよかったな。 F4 からでもいけるって思ったから余ったな。さあ本日初試案、勝てるんか、お願いします。よし、もうグエリアスターリアにしようかな。もうめちゃめちゃターリアの方が強いと思っていた、急に、うん、なんか急にターリアの方が強いんじゃないかって本当に思ってきた。で本当に思ってきたので、あのグエリアスの強みを見せましょう。これちょっと X レニアでいきます。あのどうせ縦から打ったところでシアン仕打ちされて、グエリアスの強み生かしにくい。でシアン対面は X が強いのでちょっとやってみます。悩まずに打つ、シンプルに怖いな。これグエリの方がコンボが強いのか。これトップ引きの駒なんですよね。いやわかんねえ、全然どっちもありるな。安牌取るのありだな、うん、安牌取りますわ。はい、あ踏みか。まあこの特殊返しは全然いいっすね、まあ、読めたっちゃ読めたけど違ったら嫌すぎたんで、これちょっと安牌取りますわ。バハ引いたんでね、 OK。 でこういう時に強いのがホーリー。はい、うお、染み込んできやがる。これグエリ打ちます。よし、忘れていたぜ、俺が混合デッキだということ。混合デッキなんてものはね、もうオーラ引いてバハムート出せば勝てるっていうのをね、あの遺伝子レベルでもう刻み込んでやろう、このシアンに。あーもうこれ刻み込みてえな。うん、刻むの一旦待とうか。トゥルラ引いたわ、一旦刻むの待ってやろうか。 OK、 一旦刻むの待とう。ただこれがラニだったら、ラニとか 1.4 だったらもう E6 バハムートで終わってた可能性あるんだよね。あのもうね、うん、一応でも俺は警戒しますよ、フレブとかあの辺の駒をね、一応ね。相手データ出た、出ました出ました、宮川大輔、それ強いんですよね本当に。ちょっとこっち行きます、回復入れて。まあでも多分大丈夫だな、 B1 から2手飛ばし無理でしょこれ。回復12000、グノーコンボは 10% 無理でしょ。 OK、 3枚、はい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 。でこれはバハムートで釣られ、あちょっと待ってください、それこそこダブコンやないかい、そこダブコンやないかい。とバハムート3枚まだ飛ばないんだよな。でライフバーを考えると、あロック以外で勝ち筋残るので、ちょっとこれこっち行きますね、ホーリー行きます。あただ今バハムート切って、いやその場合ビナが負け筋か、バハムート 切らないわ。ロック打つ場合でも この回復が入るので次耐えれる可能性高いっすね。相手 D 中打たないとダメでしょ、ロック打つ場合は。よしビラ、うーん OK、 これは勝負感が上がったな、よかった。バハムート残しといて、
美男あるよね。でもね、握ってたの。危ねえ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 。よかった、ちゃんとバハ持っといて。そうだよな、ロックキル場合って相手その後で飛ばせる駒が手駒にないといけないからね。でリーチ切る場合はそのままシーチン取れば、うん、回復込みで耐えますね。よしよし、冷静冷静。今のはマジバハムトから打たなくて本当によかった。よし、終わろう。ちょっと苦戦しましたね、村正思ったより。うん、まあちょっとティターニアとかあのグエリとかちょっと不安定要素が多かったかもね。初動のグエリをターラに変えるか、ティターニアを本家に変えるか、もしくは両方変えてしまうかしてもいいかなっていう感じはしましたね。使ってて結構初手事故ったね。あの初手事故減らしましょう。はい、終わりです。初手事故で減らしていきましょう。ちょっと動画ではあのグエリとか使ってたんですけど、まあ、ターリアでもいいかなって感じですね。もしくはティターニアは、むしろあの本家ティターニアの方が持ってると思うと思うので、使うなら本家ティターニアにするか、まあ、他の神駒でもいいかなっていう感じはします。よかったら村正使ってみてください。はい、一応マスター上がったんでね、ここからマスター頑張っていきます。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。